これなんかすごく面白そうなので紹介したいと思います。アーチサポート、ちょっとまあ私だけだと分かんないので、はい、今日イカイダさんに、はい、よろしくお願いします。アーチサポートっていう、はい、インソール、インソールですね。で一般的に出てるインソールっていうのはクッション製なんですけど、はいはい、このインソールは矯正ソールって言いまして、体の骨格をちょっと直していってしまうような、そういう商品です。体の骨格を直しちゃう、はい、要はですね、まあ、例えばこれ介護の人ですけど、はい、こういう風な形でこういう症状の方が、はいはいはい、この矯正ソールに乗ると姿勢がもう、あ、すごい、なってしまいますね。そう、このここもう明らかに全然違いますでしょ。超変わってますね、はい、首が後ろに行くんですね、はい、そうですね。要は正しい姿勢に戻してくれるっていう。インソールに乗るだけで、そうそうそう、乗るだけ、ね、ただしですねすごい、こういう足型の人がこの矯正ソールに乗ることによって半年くらいで足の裏の形が変化するんですよ。指つかない人がついちゃうんですか、はい、いや私全くつかないですよ、ね、で要は足の形っていうのは3つのアーチっていうと、この内側のアーチ、外側のアーチ、真ん中のアーチ、この3つのアーチでこういうふうに立たないと、こういうふうに立てるとバランスが良くなるっていう。要はこういうふうに外側にずれちゃう人っていうのは、要は外に体重が逃げちゃってる人、内側に逃げちゃってる人、もしくはこういうふうになっちゃう人が扁平足っていう形になってるので、バランスが取るのはこの3つのアーチができてる人は正しい姿勢で歩けるし、正しい姿勢で要ははっきり言って、その何て言うんですか、肩こり、腰痛、膝痛っていうのがなりにくくなるっていうことなんですけど、とりあえず簡単な実験があるので、はいはい、実験だけしてみましょうか。これが矯正ソールなんですけど、はい、一般的なインソールっていうのはこういうところに体重を乗っけるとペタって歪んまっすぐついちゃいますよね、はい、ただになっちゃうんですけど、これは矯正ソールなのでこれ沈まないんです。痛くないんですか？痛くないです。はい、手をこのように、手こう、はい、で脇をここに締めていただきます。締める。で私がこの上から押しますので、ちょっと変えてくださいね、うん、いいですか、うん、あ、全然無理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 じゃあこの上にかかとに合わせて、はい、乗っていただけますか。はい、同じようにやります。で脇締めて、あ、全然耐えれる。え、てかすごい力なんだけど、はい、はい、じゃあ今度後ろ、はい、1、2、3、はい、じゃあその上に乗っていただいて、はい、はい、同じようにいきます。1、2、3、あ、全然倒れなくない？さっきとは多分違うと思うんですね。すごい力入れてもらってる、はい、今度手を横にしていただいていいですか。これ絶対無理です、はい、これね、ここがかかしざるみたいに角度を90度保ってほしいんですね。で、ここに上げようとするので腕をここに下に下げよう、下に下げるっていうか、もう上がらないようにしてほしいんですね、はい、いつか 1,2、はい、の3でやるんですね。 1,2 の3、すみません先生、で足がこうで上がったの分かりますよね。上がります、上がります、上がりますよね、はい、じゃあどうぞ今度矯正ソールの上に乗って、はい、同じように耐えてください、うん、いいですか。 1,2 の3、え、同じことやってます、はい、本当に耐えてください。 1,2 の3、え、全然、ね、1,2 の3、足上がんない、足が浮かないですよね、うん、はい、でゴルフで言うんであれば、こういう右の壁左の壁っていうのができやすくなってくるので、ゴルフ用で開発された商品ではないんですけど、ゴルフ用の商品ではないんですか、はい、これは歩けない人が歩きやすくなる、姿勢が良くなる、そういう効果があります。で最後に、はい、この椅子にちょっと座っていただいて、浅く座ってもらっていいですか、はい、はい、で手を伸ばしていただいて、で足ちょっとだけここに切れ、はい、で先ほどと同じように腕をちょっと耐えてほしいんですけど、 1,2,3 でグッと押さえてくださいね。で私ここに上げようとするので、できるだけこうですね、はい、はい、いいですか。 1,2,3、 近づいてもらえない、1,2,3、じゃ今の力の入り具合と、はい、これに乗っけた場合、え、座ってる状態でも変わるってこと？はい、いいですか、耐えてくださいね。 1,2,3、 全然耐えてる。 1,2,3、 さっきとちょっと違うと思うんですよ、へ、さっきは上半身ここになってましたよ、
要はね、足のバランスで、え、でも座ってるだけですよ。そうです。要はこれもバランスあるんですか。はい、要は13度のアーチっていう、このアーチの上に足が乗るだけで体の体重のバランスの取れ方っていうのが変わるんですよ。へー、はい、なんかへーって感じで、最後です、はい、今シューズに足を入れて歩くときにですよ、指をここに使ってますか。使ってない。使ってないですよね、うん、こういうふうに足を使ってないのと同時に股関節っていうのが硬くなってて、あの転んじゃう人が多いんですね。これ入れることによって指が使えてきます。例えば入れてみましょう。ちょっとなんか不思議、なんか催眠術じゃないけど魔法にかけられてます。はい、どうぞ。はい、実際に出て作られるやつもこういう感じのものなんですか。そうです。硬いやつ。そうです。はい、で、きちんとロックしていただいて。ロックしちゃっていいですか。はい、足のかかとに合ってますか、うん、そしたら普通に歩いてほしいんですよ。30歩くらい指が使えてるの分かります。うん、指は感じます。浮いてない感じ、はい、いつも指浮いちゃってるから。そうですよね。なんかあとはゴルフのスイングでアドレスをすると、多分地面をこういうふうに掴んでるようなアドレスができるのと同時に、左の壁、右の壁が多分できるはずです。土踏まずが本当不思議な感じ。そうですね。なんかマッサージされてる感じですか。土踏まずがクーって押されてる感じ、はい、で今扁平足って言われたじゃないですか。だから土踏まずができてない状態なので、はい、作ろうとするいい痛みなんですね。いい痛みですか。はい、痛みって悪い痛みといい痛みがあって、うん、なんかでも気持ちいいですよ。そうですよね。嫌じゃないです、はい、もしよかったらこれ、靴下じゃないですもんね。足の裏の形ってちょっと取りましょうか。取れます。はい、そしたらですね、足をこのかかとがここにつかないように真ん中に乗せていただいて、はい、膝を乗っけちゃってください。あと足を動かさないようにお願いします。はい、ポンと置いたら姿勢を正していただいて、膝だけちょっと折りますね。曲げます。はい、戻していただいて、こちらから外してください。はい、OK です。あれ、意外とついた。そんなに扁平足でもないですね。ね、あれ意外と大丈夫だった。でも自分の中で超扁平足のイメージが。しかも指も意外とある。ありますね。はい、OK です。あ、指がない。これ左右対称にはなってないですよね、まあ、指があるのとないの、でこういうふうに比較すると、もしかすると右がこっちが長い足、左の足の方に体重がかかっていて、うんうん、左の足はここに指が乗ってるってことは、もう前に少しきちんと体重が乗ってるんですけど、右側は乗ってないという現象が起きてますよね、うんうん、これいろんな靴に入れていいんですか。大丈夫です。あのゴルフだけじゃなくて、はい、普段履く靴とか、はい、大丈夫です。で、要はヒールとかああいう特殊なやつはそうですよね、ダメですけど、まあすね、これって値段とか聞いていいんですか。はい、これ9万8000円の税別です。すごい、すごい。あ、はい、でもいろんな靴に使えるとか姿勢とか一生もんだから、一応そうですね、3年間の保証がついてるのと同時に、3年でダメなんだよ、買えるチェンジ。3年間で何かあったらば、あの保証で、保証で、じゃあ永久に使えるんですか。永久に使えます。一応この商品ですね、9年間使ってる方のインソールを、このソールを見させてもらいましたけど、このアーチは角度は変わってないんですね。硬いですけど、こういう風な、でも一生もんだから、あ、本当だね、こうは硬いけど、こういうねじれはくねくね結構曲がりますね、はいはい。今後ゴルフ場とか練習場とか、あと百貨店さんでかなりこういうイベントやってるので、はい、興味がある方はぜひそういうイベントの時に無料で測定できますから、体感だけしていただきたい。百貨店なのでもあるんですね。はい、すごい面白い。てか自分の足の指の違いに、でも思ってたのこっちはやっぱ浮いてるなって。ぜひ皆さんも試してみてください。最後までご視聴いただきありがとうございました。他の動画が気になる方は左の動画をタップ、チャンネル登録は右の登録ボタンをタップしてください。コメントと高評価もよろしくお願いします。